105番です。下の図のように半径 OAOB と弧 AB で囲まれた扇形があり、各 AOB は90度です。全体の扇形は O 中心、 OAOB を半径として中心角が90度の扇形であるということを言っています。弧 AB 上に2点 CD を、扇形の曲線の部分弧の上に C と D2 点を取って AC と BD が同じ長さになるようにしました。点 CD から C と D から半径 OA に、 OA ってこっち側です、垂線 CEDF をそれぞれ引きます。で、三角形 COE と ODF が合同であることを証明しなさい。三角形の合同条件は、辺の長さが321、三辺の長さが等しい、または2辺の長さと挟む角が等しい、または1辺の長さと両端の角が等しい、この3つのうちのいずれかを満たしていれば合同であることが証明できます。で、順番に確認していくんですが、まず AB 上に1つ目の条件、 AB 上に AC と BD が等しくなるようにしたよ。等しい弧に対する円周角、中心角はそれぞれ同じ大きさなので、この弧に対する中心角 AOC、ここと、この弧に対する中心角 DOB、これは同じ角度です。これが条件一つ目。二つ目の条件、CD から、それぞれ垂線を引きます。ここが90度。ここも90度。ここは90度であることは最初から決まっていますので、証明したい COE と ODF はそれぞれ直角三角形であるということが確定しました。なので直角三角形でここが等しければなんだけど、ここは三角形 ODF は90度以外こっちとこっち角度が分かってないように見えるんですが、ここ90度、ここ90度なので FD と DB は平行なんですよね。90度90度だから、ということは錯覚が等しいという理由で DOB と ODF も同じ角度になります。はい、この錯覚を利用することによって求めたい三角形の COE と ODF は二角が等しい時点でもうすでに相似であることは確定しました。なのでもう一つ、三辺のうちいずれかの長さが等しければ合同であることになります。じゃあどこの長さが等しいかっていうと、扇形なので半径の長さはどこでも常に同じです。 OC、OD、これはそれぞれ半径なので同じ長さです。ということでこの三角形は合同。合同条件としては一辺と両端の角でもいいんだけど、おそらく直角三角形の斜辺ともう一つの条件っていう条件だと思うんですね。最初に三角形の合同条件、辺の長さが321って言ったんですが、それは通常の三角形の場合であって、直角三角形限定だとちょっと条件が変わって、直角三角形とは斜辺、この直角の向かい側の辺が等しければもう一つ何か条件が同じであればすでに合同ということになります。もう一つというのは具体的にはここの辺の長さ、ここの辺の長さが等しい、ここの角が等しい、ここの角が等しい。直角三角形限定の直角三角形の合同条件は斜辺ともう一つ何か等しければ合同です。なので今回は COE と ODF はそれぞれ直角三角形、条件2から垂線って書いてあるのでここ90度確定しています。 OC と OD は半径なの、扇形の半径なので等しいことが確定しています。なのでもう一つ何か同じ条件があれば合同であるということになります。もう一つの条件はこの等しい弧に対する中心角が等しい、ここの角は平行なので FD 平行 OB なので錯覚によりこことここが等しい、結果としてこの2つも等しい。なので直角三角形の斜辺ともう一つの角が等しいという条件を満たしているので合同であるということになります。四角6番です。下の図のように関数 y イコール x 次乗のグラフ上に点 A 2カンマ4、これが y イコール x 次乗の二次関数のグラフで、この O が原点です。
このグラフ上に点 A があって A の座標は 2,4 です。 Y 軸上にここ Y 座標が4より大きい範囲で動く点 B があります。この A の Y 座標が4なので B はこれよりも上にありますよってことですね。点 B を通り X 軸に平行な直線、これのことと、関数 Y イコールX 上のグラフとの2つの交点のうち X 座標が小さい方を C、 大きい方を D とします。また直線 CA と X 軸との交点を E とします。括弧1番、点 E の X 座標が5となるとき、これ三角形 AOE の面積、 AOE っていうのは AO はこれ直線でないので直線を引きます。でこの三角形の面積を求めたいなんですが、三角形のね、3辺のうちいずれか1辺が X 軸 Y 軸に平行垂直であれば求めるの簡単なんですよね。この場合は OE の長さが5であることが分かっているので、この高さが分かれば面積求められます。高さは A の Y 座標が4って書いてあるので、なので底辺5、高さ4の三角形の面積なので 5×4÷2、 答えは10平方センチです。括弧1番の答えは10平方センチ。四角6番の括弧2です。括弧1はまあ全然難しくないんですが、括弧2がちょっとめんどくさそうなので、こんな感じで、これが B で、これが C、D、A、E、O です。で、もともと問題に書いてある図だとちょっと違うんですね。括弧2番は CA イコール CA イコール AE になる状態を求めなさいなんですけど、もともとの図はもうちょっと CA の方が長く見えるように書いてあるので、ちょっと紛らわしいんですが、括弧2は括弧1の E の X 座標が5となるっていう情報はリセットして CA イコール AE になるときを探します。でこのグラフは Y イコール X 次乗で、これとこれが等しくなるっていう、これイコールこれっていうのは言い換えると A が CE の中点であるっていうことでもあるんですよ。でその線分の長さを考えるときに斜めの線で考えると紛らわしいので、やっぱりグラフっていうのは X 軸 Y 軸に垂直平行な線ラインで考えると分かりやすいので、 E と C を結んで直角三角形をちょっと書いておきます。でこれが90度90度になるようにね。で A が中点であるということは、この三角形とこの三角形、これとこれが等しいので1対2の相似になるようにしてくださいってことなんです。で A の座標が2の Y 座標4って分かってるので、これが1対2の相似であれば、ここが4であればこれ2倍の8なんですよね。全体の流れとして CD の交点になってるので CD の座標を何としても求めたい。そのためにこういう縦横垂直平行を利用したら分かりやすいだろうと。で C の Y 座標が8と分かったので C の X 座標は8イコールX 次乗なので X はプラスマイナスルート8、プラスマイナス2ルート2ですね。なのでこの座標がマイナス2ルート2だと分かりました。ここがこの長さが2ルート2ってことですね。すると当然ここの座標も2ルート2ですね。原点を通っている放物線のグラフって左右対称なので、なので D の座標が2ルート2カンマ8であるということが分かりました。これで C と D の座標が分かればなんとかなるかな。 DE を求めるんですが、こう DE 直線はこれは高さが8なんだけど、横はこれじゃ分かんないかな。どうしましょう、こうしたら分かるかな。これで考えましょうか。これを砂時計の掃除に見立てたらなんとかなるかな。この横の長さ、これ1対1の砂時計蝶々型の掃除なんですよね。この横の長さは2ルート2たす2、ここの A の X 座標が2だから、じゃあここの長さも同じように2たす2ルート2なんです。これが2ルート2たす2だから、ここも2たす2ルート2、ここの座標が2なので、じゃあ E の X 座標は4たす2ルート2だと分かりました。はい、これでなんとかなるかな。であればこの傾きは D と E の X 座標の差っていうのは4たす2ルート2引く2ルート2、これが傾きが
マイナス8なので、ここはこれが消えてなくなるので4分のマイナス8イコールマイナス2となりました。はい、で傾きがマイナス2ですね。で問題では DE の傾きとしか書いてない、 Y 切片を Y イコールマイナス 2X プラスなんとかと答えなさいとは書いてないので、答えはマイナス2が正解になりました。これはちょっと難しいのではないかな。まあ最後の1問なので、全体での6の四角6の括弧には全体での一番最後の問題なので、これはできなくてもしょうがないかなと思いますね。100点取る必要ないのでね、まあできたらラッキーぐらいでいいと思います。終了。